お絵かき大好きケータンチューブです。かわいいリラックマのぬいぐるみを素描していきます。使う描画ソフトはセルシスのクリップスタジオペイント、ワコムのシンティック 24HD を使って描きます。90分という描画時間制限を設けて制作します。画面右はクリップスタジオペイントに装備されているタイムラプス機能を使った動画です。画面中央から左はクリップスタジオペイントの作業画面全体をキャプチャした動画です。画面左下は描画する私自身を映した動画です。右の映像は筆休みの時間は記録されないため、左の映像と進行速度が一致しません。あらかじめご了承ください。鉛筆ツールのデッサン鉛筆で線を加えていきます。ペンの硬さは固メタン、不透明度は100です。大まかな形を捉えた後、切り抜きツールを使って位置を整えます。全体のバランスが調整できたら陰影を加えていきます。描画はほぼすべてデッサン鉛筆で行います。使っているのはおおむね鉛筆ツールと消しゴムツールです。素描が一通り終わったら次は色を加えていきます。絵を選択範囲ツールで囲っていきます。私は折れ線選択で大雑把につなぎます。90分という時間の中で細かい選択はできないため、ざっくり塗ります。筆ツールの透明水彩を使います。色は茶系2種、白系2種、赤系2種、黄色系2種、合計8色を使いました。2種はそれぞれ明るい部分と暗い部分で塗り分けています。90分の動画データは10ギガ以上になります。自分の PC で編集できるデータの大きさとしてはこれが限界です。そんなわけで今後90分縛りで描画する動画を作っていきたいと思います。私の描いたリラクマちゃんに惹かれたそこの君、高評価ボタン押せばいいんじゃない。変な格好した私の描画スタイルもっと見たいのならばチャンネル登録すればいいんじゃない。それでは最後までご視聴ありがとうございます。